コリッチ舞台芸術チャンネル大入り、本日のスペシャルゲストにご登場いただきます。7月の6日から7月の16日まで赤坂レッドシアターで上演されますナナプロデュース地の果てにご出演される実なし悟さんです。どうぞお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。どうぞお座りください。ようこそお越しくださいました。はいはい、今もう稽古中ですか？稽古中です。今日も稽古をされて、はい、お忙しい中ありがとうございます。ちょ簡単にですね、まず、はい、視聴者の皆さんに自己紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい、東京でつまずきの石という劇団を主催しております実なし悟と言います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日は、公演のことだったりも聞いていきますが、はい、何より実なし悟さんご本人のことを根掘り葉掘り聞いていけたらなと思っております。 ありがとうございます。よろしくお願いします。まずはですね、はい、もうお名前です、はい、まずお名前なんですけど、はい、あのご本人でもあのおっしゃられてたと思うんですけども、はい、非常にあの最初初見で読める方っていうのがなかなかいないですね。いないですね、はい、これはあのご本名なんですか？ではないんですね。これ、はい、由来があるんですよね、この字の。あの、そうですね、寺十五、悟って書いて、はい、実なし悟さんなわけですけど、はい、ちょっとその由来なんかをちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか？あ、まあ、読み方、読み方はね、漢字の十だけで、すなしって読むんですね。はい、で、寺で、字で、すなし。で悟るって読むんですけど、はいはい、綱氏っていう読み方が、1つ2つ3つ4つ5つって数えてって「と、はい」だけ1つ2つの「つ」がついてなくて、なんでこの漢字の「十」だけで「綱氏」って読むんです。でこれを覚えていただけると、はい、まあ印象に残るかなということで。いやすごい、これあのまあちょうどあの始めた頃、はい、もう親はね、そんなにあの賛成ではなかったので、はい、名前出さない方がいいかなと思って、はい、でちょっと自分で名前つけようかなと思って考えてた時に、はい、あのドラマで、はい、橋田壽賀子さんのドラマに、うん、ありがとうっていうのがあって、はい、その登場人物の石塚浩二さんが勤めてる病院の名前が綱氏院っていうんですね。それで、綱氏っていう、あ、これは面白いな、じゃあちょっとこれを組み合わせてみようかなということで、はい、使わせてもらったんですけど、でその説明をうちのお袋にして、はい、で当時飲食店やってたので、はい、お客さんに息子がこういう芸名でやってるんで何かで見たらよろしくねって言って、でこれはね綱氏って呼ぶ、どうやって誰で綱氏って呼ぶか知ってるって、はい、お客さんに、はい、1個でしょ、はい、2個でしょ、3個でしょ、あら10個でしょあれちょっと自己ありになっちゃってこれは本当の話で、かわいいお母さんです。1つ2つって数えないと綱氏にならないからって言ってんだけど、分かった分かったって言うんだけど、あれ どっちの数え方だったかなっていう感じで、10までいった、あれすごい、あれ悟さんになっちゃった、ね、こうあるなっていう感じで、めちゃくちゃ面白い話ですね、でもあの僕も今日お伺いして、どっかで喋りたくなりましたもん、この自由で綱氏って読む理由を。やっぱ人に喋りたくなるのは分かる。あ、そうですか。すごい喋りたいです今。あ、名前で言うとね、はい、実なし悟って寺にと十、はい、で、我って書いて、はい、これ全部ね言偏がつくんです。はあ、言偏がついて、はい、言葉の言偏、はい、で、これは舞台上に立ってセリフをもらわないと、はい、まず意味をなさない、はい、で舞台上に立って言葉を授かって初めて意味を持つ、はい、で詩の深さを測って人前で語る、はい、それで実なし悟っていうのを、知り合いがつけてくれてあ、それもあるなと思って、あ、後付けの理由、後付けね、後付け、あ、じゃあなんで寺をつけようと思ったんですか、後付けとしたら。寺はね、もうこれちょっと言うの恥ずかしいんだけど、はい、十っていう字が唐十郎の十なんでね、はいはいはい、でにもついてるから、はい、じゃあもうついでに寺山修司の寺もつけちゃえって、それでつけて、はい、で最後じゃあ名前どうしようかなと、うん、じゃあ坂口安吾の五でって思って、お、
それで実は悟るってなんとなく。そうなんですね、うん、これあれなんじゃないですか、初出し情報なんじゃないですか。これは初出しですねこれはね、なかなか恥ずかしい情報なんで、ね、とても貴重な情報をいただきました。いやでもそのゴンベンのも今聞いてて、なんか鳥肌立っちゃった。いや後付け情報だとは思わず、まあ、なんとかして覚えてもらおうという、まあ、もうひねり出しと忘れないですね。全部やっぱ人に、もう知り合いの演劇人にもう喋りたい、お酒飲みながら、はい、ありがとうございます、貴重なお話をいただきまして、はい、じゃあちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、そんな実なしさん、まずその一番最初こう演劇やろうと思ったとか、そのお芝居やろうと思った、まあ、見た体験でもいいんですけど、うん、その出会いみたいなものっていつだったんですか。出会いはね、はい、中学か高校ぐらいだったかな、ちょっとどっちだったか、はい、だいぶ昔なんで忘れちゃったんだけども、はい、当時あの山田太一さんの早春スケッチブックっていうテレビドラマがあって、はいはい、でそれがすごく好きで見てて、でそこに普通の家族が出てくるんだけども、その普通の生活から少し外れた場所に親戚筋に確か当たるのかな、はい、一人で暮らしてるおじさんがいて、その役をあの山崎努さんがやられてて、でその人がこう、まあ、いろいろその普通に生活を送っているということは、多分いろんなものをに妥協しながら生きてるとか、で自分の気持ちにどこかこう騙し流しこう生活してる、でそういうのを見ると虫唾が走るんだみたいなことを言うんだけれども、はいはい、まあ、当時はそれぐらいの年齢なんで、はい、そういう言いっぷりってのすごい憧れてて、はい、ああこういう大人も面白いなと思って、で山田太一さんが好きで何本か見てたんだけれども、はい、なんかエッセイかなんかかな、その学生の頃交換日記、文通かな、文通だ、文通をしてたっていうんで、その文通をしてた親友が寺山修司だったそれであこういう人がいるんだと思って、はい、それでその後追ってったら、はい、どうもアングラ演劇みたいなのをやってると、はい、でそれが当時その文化欄ではなく社会面に出てて、はい、野外演劇だとか、それから真っ暗闇の中で芝居をやってるだとか、なんか とにかくその既成の演劇とは違うものを、うん、すごく展開してやってたんですね、はい、だまあ当時その、まあ、山崎努さんの役もそうなんだけども、はい、なんかそういったものに憧れてたんで、それでから演劇を見るようになってっていうことですかね。じゃあもうその高校生ぐらいの時に、うん、寺山修司さんの作品をもう直接生で、いやそれがね、もうね、もうその頃にはもう病気が、はい、大病を患われてて、はい、亡くなって前後だったのかと思うんだけど、もう、うん、そこからその後その流れで状況劇場、はい、唐十郎さんのところを見に行って、はい、それでなかなかの衝撃を受けて、あこれはやりたいなと思うようになって、それで始めた。へえ、いやすごい、まず山田太一さんと寺山修司さんが文通してたっていうのが衝撃ですよね。そうなんですよ、うん、でネフローゼって言って、やっぱりその治療に随分時間のかかる病気だったんで、はい、ずっと寝たきりの時間が長かったんで、はい、そういう、 こう書面でやり取りする相手、うん、がなんかやっぱ充実してたのかな、うん、その中の一人だったと思うんですけど。なるほど、いやすごい面白い。僕はあの山崎努さんすごい、僕の話になってあるんですけどすごい好きで、ああの俳優のノートっていう、はい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 、リア王を山崎さんがやった時の日記が本になってるんですけど、その中でも多分その山田さんの作品の話って結構書かれてて、あすごく山崎さんもあのすごい力を入れてやってた作品だっていうのを知ってたんで、なんか今その話がつながって僕はすごい今なんか嬉しい、ね、感動してますね、はい、俳優ノートってやっぱり当時ねやってる人たちは一応手にするというか、はいはい、しっかりどれぐらい読んだかわからないけれども、はい、で友達がそれ読んですごい面白かったから、はい、あのぜひ読んだ方がいいって言われて、はい、でその友達が実際にリアを見に行って、あんまり面白くなかったそうなの、いや本はめちゃめちゃ面白くって言ってることとか内容はすごいんだけども、
実際見たらね、なんかいまいちだったんだよねって言うから、ああそうなんだ。いやでもこれは俺たちに見る目が、それを演技を解釈する力がないんじゃないのとかってとは言ってたんだけれども、でもあり得るなと思って。そうなんですね。いや衝撃、僕本当にあの演劇始めたての頃何も分かんなかったんで、まあ、あれを本当教科書のように毎日持ち歩いて読んでて、あなんでこれ生で見られなかったんだろうって思ったんですけど、よかったですね。まあね、イメージに留めてがいいかもしれない。すごい、ありがとうございます。それでですね、はい、実際にじゃあ、まあ、やりたいなと思って実際本当にやり始めた最初って覚えてらっしゃいますか？最初はね、当時、はい、僕は19とか20歳ぐらいだったんだけれども、その当時ね、第三次演劇ブームっていう、はいはい、小劇場のブームがあって、はい、ちょうどそのど真ん中で、はい、第三舞台とか第三エロチカとか、うん、劇団ショーマとかって、はい、花組芝居とか、その辺の小劇場の中に劇団ランプティパンプティっていう劇団があって、はい、でそれは松本恭嗣さんという人が主催をしてるんですけれど、はい、そこの劇団に研究生として入ったのが最初ですね。じゃあ俳優側がやりたいっていう。そうなんです。俳優をやりたくて、はい、入ったんです、はいはいはい、うん、それでまあその5年ぐらいだったかな。でしてちょっと、まあ、ブームも去ったこともあるし、はい、いろいろとこう、稽古場を借りてたりとか、はい、うん、そこに、まあ、倉庫も持ってたりとかってしてたんだけれども、はい、やっぱなかなか経営が立ち行かなくなってきて、でまあちょっと一回劇団としての形は締めようかと思うことで、で解散になって、はい、でその後つまずきの石のその残党というのかな、はい、若手がやっぱり何人か取り残されるんですね。でそれで声を掛け合って、まあ、その当時どこからも声がかからないから、だったら自分たちでやろうかっていうことでやり始めたのがつまずきの石だった。そうなんですね。そういうこう壁とかもあってつまずきの石っていう名付けになったんですか？これはね、これはちょっと信憑性に自信がないんだけれども、どうせユニットにするんだったら名前があった方が便利だということで、で当時あの舞台美術をやってくれてた女の子がいて、その子がつまずきの石という名前を持ってきてくれて、で宮沢賢治さんの小説の中に出てくる宝石箱の宝石の一つの名前なんですって。へー、ああそうなんだと思って、うん、それで、あそれいいんじゃない、はい、で、まあ、そんなに当時そんなにこんなに劇団がつくとは思ってなかったから、まあ、とりあえずってことで つけたんだけれども、うん、すごい僕好きな名前って失礼ですけど、なんか、うん、いや、いいお名前だなってなんか、うん、なんていうか、あ、まあ、僕あの劇団キャラメルボックスっていうところに所属してるので、あ、まあ、もちろんその演劇ブームの中、うん、まあ、80年代に出てきた劇団ですけど、まあ、自分が入って、まあ、好きで未だに在籍してますけど、なんでこの名前なんだろうなってちょっと思ったりする。その浸透しなくていいんですよ。いいじゃないですか、キャラメルボックス。そうだよね、ちょっと当初入団した当初はちょっとやっぱりちょっと恥ずかしかったんです。僕はまあかなり後から入ったので、キャラメルボックスかと思って、ちょっと可愛らしいなって思ったんですか？なんかでもこれなんかバカルディがサマーズになって、はい、カイジェリ水魚がクリームシチューになってバカ売れしたでしょ。確かに。ああいうのを見るとチョコレートケーキもそうだけど、はい、ああいうのってすぐ単純明瞭な感じっていう方がやっぱりお客さんにこうパッと見て印象に残るかなと思って。ありがとうございます、フォローしていただいて。だからね、凝った名前よりね、そっちの方がねいいんじゃないかなと思うし。わかりました。あのちゃんとあの声を大にしてします。いや、そうですよ、はい、じゃでもそのつまずきの石を、うん、まあやろう。これはじゃあ劇団ではなくてユニット？最初はユニットでしたね、はい、それで最初で、ね、持ち回りでやってたんですよ、作演出を。それで、最初3人いて途中で4人になるんですけど、はい、その3人で作演をこう持ち回りでやってて、はい、そしたらちょっともう俺は書くことをやりたくないとか、うん、演出だけはちょっとやりたくないとかっていうになって、うん、じゃあまあしょうがない、俺はやるかっていうことで、はい、まあ
その適材適所をはめていった時に、最終的に僕はその2つを担当して、あとは制作的なこととかっていうことは2人に任せてっていうふうになってた、はいはい、その最初、まあ、持ち回りでやってた時に書かなきゃいけないってなって、うん、すぐ書けるもんですか、書けたもんですか。最初のね、2本ぐらいは書けたかな、書けたんだけど、2本書いたらね、もう出し尽くした感があって、はい、でやっぱり似たようなものになりそうだし、うん、あとはその一人でこう悶々と苦しんでる時間が本当に苦痛で、はい、ちょっと厳しいかもしれないなと思って、 こんなにこうなんだ苦しいならこれ続けていくことは難しいかもしれないと思って、はい、でちょっと早めに見切りをつけて、それで、他の人たちが書いた本だったりだとか、あと誰かに書き下ろしてもらったりだとかっていうふうに方向転換して、なるほど、でそのうちに、座付き作家っていうのが宇宙劇団に入って、はい、それが末廣圭介っていうんですけど、はい、で彼がメインで劇団を展開するようになったという感じですかね。なるほど、うん、演出も でも俳優もともとやりたくてやられて始めて、でその、まあ、作もやり演出もやりっていうことで、でもまあ難しいかもしれないですけど、まあ、種類が違うんであれですけど、やっぱどれが好きっていうのは俳優早かったね、もう本当早いですよ、早い、でそさっきも言ったように、はい、順番にやってって最終的に振られたもんだから、はい、それで頑張ってやってるんだけれども、もともと俳優やりたくてやってるわけだから、はい、いやこんな楽しい商売はないですよ。じゃあもう私は俳優だけやりますとはならなかったんですか。そこがねならなかったし、はい、まあおかげさまで声をかけてくれる人たちもいたので、はい、ありがたいなと思って来た仕事は全部 OK していってたっていう感じですかね。はい、今やもう本当にこう劇場でフライヤーの束をもらうと、うん、実なしさんが演出でお名前がクレジットされていることがすごく多くて、もう、もうたくさん外部でも演出されてますね。そうですね、ほとんど今は外部で、まあ、劇団自体は今ちょっとそのさっき言った雑木が、はい、また辞めてしまったので、はい、方向的にどうしようかって言って今こう模索している状態なので、はい、ちょっと休止みたいな状態になってるんですよ、はい、まあ、それもあって今は外部の演出、外部の出演が目立ってる感じですかね。でもご自身としてはやっぱりもう俳優メージだから今楽しいですよ、本当出てくるだけなんで。そうですよね。でこうよく聞かれるんだけれど、はい、自分が出ててその演出のことが気にならないかって、うん、あここ俺だったらこうするのにな、はいはいはい、なんて思わないんですかって、うん、それ場所によってはあるし、はい、これはどうなんだろうなっていうことはあるんだけど、はい、今の現場はもう本当全く微塵も考えなくていいなって、全部全幅の信頼で お任せで。今回は演出が、作演出が118の田村さんということで、うん、田村さんとのお仕事っていうのは、ね、現場が一緒になるのは初めてで、はい、その前に田村君の本を僕が演出したっていうのがあって、はい、それはやっぱこの同じ7プロデュースなんですけど、はいはい、その時に時々稽古場に顔を出してくれたりだとかっていうことがあって、うん、そこのコミュニケーションがあったんですよ、はい、なるほど、はい、でも今回稽古してみて、うん、もう、まあ、今おっしゃったようにもうノーストレス、ノーストレスですね、うん、まずやっぱり本が面白いなっていうのがあって、あ、はい、でまあいまいちだなっていう本を、うん、面白くするのは意外とやりがいもあるし、はい、苦しみもあるけれども、うん、でもまあそれよりも本が面白くって、うん、読んでこれをちゃんと面白くできるかなっていう方が実はすごくプレッシャーがかかるし、意外と難しいことなんです、はい、で田村君がねよく笑うの、自分が書いてるのに自分が書いてるのによく笑うんだよね、演出席で。あ、それがねまた俺としてはねちょっと怖いんだよね。あ、その何考えてるんだってことですか。あの笑ってなくて、はい、何かやって受けたらあここ受けたんだなと思うんだけど、よく笑うから笑ってない時に、はい、今何外したんだろうって逆に不安になる、不安になるから、そういう怖さが、それが今怖くて私あれかと思いました。その稽古場受けがいいと実際にその本番した時にそうとも限らないとかってあるじゃないですか、うん、あるあるある それが怖いっておっしゃったのかなと思いました。あ、そ
それはね、さすがに田村君もあれだけのキャリアがあると、それは熟知してるはずだと思うんだけど、彼の怖いのは、いろんな意味で笑ってるっていうところ。笑うしかないみたいな時もあるってことですね。そうそうそう、うん、外してても笑ってる時あるし、外れたことに対して。読み解き力が大事ですね。だからちょっとどの辺で笑ったのかなっていうのが、読めないところが非常に緊張感があるというか。稽古場はね、そういう意味では明るくって風通しがいいんだけれども、はいはい、ちょっと水面下の方でそういう緊張がありますね。それはきっとあれですよね、こう実那さんもやっぱ演出をたくさんされてるんで、ご自身が演出される時にこう俳優に、まあ、気を使うというか、そのいろいろこう思いながら、うん、でもこう言うこと、フィードバックすることっていうのをこう多分選んだりとかされるんじゃないかなと思うんです。その体験があるからやっぱりあれなんですかね、田村さんが今これは何を考えてどういう計算で笑ってるんだろうっていうのが気になるっていうのがあるんですかね。そうだね、そうかも、よくないね。やっぱもうちょっと俳優ってこうもっと単純にバカで言った方が本当にその自分を提供するというか、あのこう捧げる気持ちでやる、あんまりこう俳優以外の脳で詮索したりするとよくないね。うん、じゃあその俳優をやるときに一番大事にしてることっていうのは、うん、あ、やっぱり本当に全部見せるとか、全部出すとか、出し惜しみなくも表現をする。そう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 。それでもう好きなものをチョイスしてもらって、違ったら違うって言ってもらって、うん、まあ言い方はあれだけど、うん、どっかモルモットのような感じもあって。うん、だから稽古場でよくこう後半になると打ち合わせで照明さんだとか音響さんだとかが来て、演出家がこう集中して見てなくて喋ったりする、うん、ここはあの音を鳴らしてね、そうそうそう、でちょっと声でかめだったりする、うん、はい、でそういうのって俳優さんってすごく気になるんだけど、俺好きなんだよそれが。あのね、ガン無視されてるからすごくこう自分がやってることのみに入れるから、はあ、誰も見てないと思って、それがねすごくゾクッとするぐらい好きなんだよね。ド M ですね、うん、ド M ですね。そうそう、そうなんですか。あまりそういう出会ったことないです。俳優さんに会ったことないかもしれないです、うん、やっぱり気になるっていう人がなんか見てくれてないのかっていうのが気になっちゃうって人の方が多い印象はありますね。そうそうそうか、そうか、まあいいこと言うつもりはないんだけど、はい、やっぱ稽古場では演出家に見てもらいたくてやってるし、うん、はい、それからそれを通してお客さんに見てもらってるし、うん、はい、でもう一つ何に届きたくてやってるのかなっていうのが、うん、なんとなくいつも頭の片隅にあって、うん、それはその例えば歴史ものだったらば、かつていた人たち、はい、でお客さんは今いる人たち、うん、それからこれから生まれるであろう人たち、うん、だから そのなんか三方に、うん、向かってこの仕事ができてるんだって思うとすごくこう豊かな気持ちになるんで、うん、だからそういう意味で言うと、まあ、そういう方向で集中が できるというか、うん、すごい、これから生まれる人たちまで思いを馳せたことがなかったので。ああ、そうか、確かに、いや、だからやっぱり影響を受けたじゃない、アングル演劇だったりだとか、はい、いろんな新劇もそうだし、うん、翻訳劇もそうなんだけれども、うん、はい、いろんなことをその演劇によって学ぶた経験があるん で、はい、で今高校演劇で回ってたその高校生が今同じ舞台に一緒に立ったりとかすることもあるし、うん、だからそう考えると、うん、なんか それぐらいこう矢印というかな、矛先を広げておくと、なんだかすごく自分のやってることにこう誇りを持てるというか、気がするんで、気がね、気がするんだけど、本当は笑い声ばっかり気にしてんだけど。なんかそのすごい素人みたいな質問になりますけど、実際緊張されることってありますか？めちゃめちゃするよ。そうなんですか？今だって緊張してるよ。こんな白い場所に来たことないもんだって。確かに。真っ白な場所。黒い場所が多いし、黒い服だしね、暗い照明だからね。でもなんかこうやっぱ発せられるこの言葉とか音が全然こう気負いがないというか、すごくこうスッとポンとこう発せられてる印象があって、そら MC やほら、
いや気持ちがこう、いや僕らもどんどん上がっちゃうんで、すごくですけど、いやなんか、うん、うまくすごくなんかやっぱりお芝居で舞台上にいる時でも多分本当にその気負いの なさみたいなものが多分お客さんにもスッと多分セリフが入ってきたりするんだろうなっていうのがあるんで、うん、お芝居始めた時からそうだったんですか？いやなんていうか、まあそれはもうね、あの長年のこう経験だの、うん、で培ったものではあると思いつつ、うん、でもやっぱり緊張はすごくするし、手汗がひどいよ俺。本当ですね、今横で拝見すると光ってらっしゃいますね。こうしてるとここが垂れるぐらい、ちょっとやばいぐらいなんだけども、うちのおふくろもそうで、はい、うちの弟がね、音響屋さんやってて、はい、あの岩野くんっていうんだけど、ステージオフィスってところで、はい、あ、はい、でいつも演出するときは彼とコンビを組んでやってるんだけど、はい、彼もそうなの。で、卓を言わなきゃいけないからはい、はい、もう大変。岩野さんですね。で、はい、おふくろは針仕事してて、針仕事が終わるともう錆びてるらしい。いや本当なんだって。いやでも本当に横真横で見るとすごいよね、本当に光ってらっしゃる、うん、見えないか、見えるかな。いやでもいや、あ、分かります、分かります、どうでしょうね、分かります、分かります。どうやってコントロールというか、その緊張を舞台に立つ時とか今とかこうあります、コントロール方法。もうええままやってもしかないね。あ、ぶつかっていくしか、出るまでがひどいよね。出ちゃったらもう行くしかないっていう感じになるから、うんうん、いやいい話聞いてるな、なんかしみじみしちゃった。なんか親近感って言ったら変ですけど、雲の上の方な気がしてたから、私も実は結構手汗かく方なので、勝手にあの手汗の先輩後輩として、はい、先輩後輩私はまだ滴ったことはないので、まだまだあの、序の口かもしれない、まあ、量が多ければいいってわけじゃないしね。じゃあ、今、まあもうあのね、作品の話にもちょっとずつ、うん、お聞きしたいですね。地の果て、はい、これは、今回書き下ろしの新作の、はい、ことですね、はい、なんか言える範囲でいいんですけども、はい、なんかどういったお話。偽装家族の話ですね。やっぱこのところこう事件になってるあの闇バイトみたいなもので集まった人たちがある国に行って、まあ裏の仕事をやるんだけれども、表向きは家族を装ってる。その中でまあいろんな日本でいろんな事情があって、その地の果てまで来たんだけれども、そこでまあいろいろとこうトラブルが起きて、最終的にはあんなにうんざりしてた日本に帰りたいっていう話になっていくんだけども、うん、まあ、現地で何があったのか、彼らがそういう経験をすることで、うん、外から 見た日本っていう景色がどのように変わっていったかっていうのが、うん、まあ、一応話の大きな流れになってる。なるほど。いやもう今のあらすじ聞いただけで面白そうだな。面白いよ。社会風刺的な要素もあったりとか、ね、またフライヤーもかっこいいんですよね。そうなんですよ、ここにね、さっきいただきましたけども、はい、こう見えますかね、このフライヤーいいです。出演者の皆さんも豪華な皆さんで、座組の雰囲気も、まあ、先ほどおっしゃってたように、あのすごい雰囲気が良さそうですね、うん、はい、いいですね、はい、こ皆さんあれですか、あの初共演の皆さんですか？ね、何人かですね、はい、鶴田さんは初めてだし、はい、松島君、竹内さんが初めてで、はい、あとの浜谷君と池岡君と、与田君は経験があります。はい、どんな雰囲気の稽古場に今なってますか？今はね、実はね、はい、一昨日本ができたばかりで、そうなんですね。で、まあ、展開がどうなるのかなっていうことをすごく気にしながらだけれども、はい、まあちょっと探り探り、その結末までいかないとこの役が最後、うん、どういう輪郭を持っているのかっていうのはちょっとわからないので、うん、はい、それは探り探りやってたんですけれど、ようやくおとといできて、うん、どうですか、最後まで読まれてみて。急展開なんですけれども。そうなんですね。スリルとサスペンスとユーモアが爆発するみたいな。いやでも本当に、うん、とっても面白いし、はい、
で決してあのハッピーエンドではないんだけれども、はい、でも見終わった後に、まあ、何を持って帰ってもらえるかな、あとは思ったらさっき言ったその日本っていうものを、はい、まあ、ちょっと距離を置いて見てみるとどんな風に感じるかなっていうのが、うん、まあ、楽しんでもらいたいところですかね。稽古場はもう本当に笑い声、その田村君の笑い声がいろんな意味の笑い声が、そうそう、はい、ただどうかな、そうそう、ね、本ができてない頃、はい、できてなくて申し訳ないって言いながら稽古やってたから、はい、それサービスもあったかもしれない。その気まずさみたいなものをごまかす。出来上がってよしと思ったら急に笑わなくなるかもしれない。わかんない。いますよね、そういう方。いる。いるのよ。かけてない時は申し訳なさそうに。そう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 。そうそう。かけた途端にすごい強気になる。そうそう、すげえケータリング食い始めたりする。それまでなんかこそこそ帰ってたのにさ、めっちゃ食ってんのあいつと。やっぱ解放された解放感が。ほっとしたんだなって。あるんでしょうね。うん、結構その稽古しながらその役者同士とか、まあ、演出の田村さんも含めこうコミュニケーションというかその話し合いというかそういうコミュニケーションを取る時間みたいなのもあるんですか？話し合いはね、はい、あんまりほとんどなかったかな、うん、大体の数字があって、うん、でやっぱり田村君の中では当て書きをしているところがあるの で皆さんがまず第一印象で受けたそのものを、どんどん膨らましていくっていう感じだと思うので、はい、あまり細かな設定だとか、はい、その裏のその事情だとかっていうことについて掘り下げたりはしなかったですね、うんうん、まあちょっとこれから先どうなるかわからないですけど、うん、はい、でもまあこのペースでいくのかなという感じですかね。なるほど、うん、仕事は早いですよ、やっぱり田村君は、うん、要領を得てるし、うん、それがその自分が見たい絵にどうすればなるのかなっていうその要点をうまくこう入れていきながら進めていくので、うん、あまりそういう込み入った話はしなくても、うん、すごく稽古場はスムーズに進んでる感じはしますね、うん、もうそれはもう数々演出されてる実那志さんが言うからには間違いないですよね、うん、そうですね、うん、なかなかこう稽古場に演出家が2人いることってないんじゃないですか、基本は演出家って1人で、はい、だけど実那志さんみたいにその役者もやられて演出もやられてる方がいると、その方が見た演出家の姿っていうのはやっぱすごいなんか信頼感がある言葉というか、うんうん、っていう気はしますよね。実那志さんご自身の役どころというか、まあまあ、言える範囲でいいんですけど、はい、そのどういった役回りになりそうですか、ね、まあ、その家族のお父さんですね、はい、あ、なるほど、やっぱりそうですよね。でお母さんが鶴田さん、はあはあ、で他が子供たちと、はい、あね、これが ほぼ全員家族っていう、まあ、偽装家族っていう、そうですね、ね、浜谷君と依田君が、はい、あの部外者、はい、あ、なるほど、で、他の4人が家族ですね。それでまあそのまあもともと日本でいろいろこう事情のある人たちが集まってる中、はい、なんとか家族をまとめようとして頑張るんだけれども、はい、なかなか空回りしてしまうダメ親父という感じで、その中で、大黒柱としている、うん、あのお母さんが鶴田さんの役ですかね。お母さんが大黒柱、お母さんが大黒柱なるほど、どしっとどしっとまとめているということですかね。はい、いやもうなんかもう見どころ なども今もうふんだんに聞かせていただいた感じがしますね、うん、とても楽しみになりました、うん、なんかこう、まあ、この作品のことはたっぷり聞けたなと思ってるんですけど、実那志さん自身の今後のなんていうか、まあ、ここには野望って書いてるんですけどありますか？ご予定でもいいですけど、うん、言える範囲で野望だったり。野望、はい、野望ね、野望というよりはやっぱりその、はい、やっぱコロナ禍を経て、はい、そのまたこう普通に演劇ができる状況になったということはすごくこう、はい、感謝しなきゃいけないことだなと思うし、はい、あの経験を経てまた演劇がどんな風に変化進化していくのかな、うん、で昨今はほらやっぱりいろんなそのハラスメントの問題だとか、はい、いろんな問題が
こう取り沙汰されてる中で、うん、やっぱりこう変わっていくことを要求されてるんだなっていうのを強く感じるので、はい、なんかその果てをこう慎重に、うん、しかもこうなんていうのかな、昔は良かったみたいなこう愚痴を言わずに、うん、とりあえず前を向いて、うん、なんか進化していけたらいいなというふうに思ってます、はい、時代に合わせて。そうですね、うん、すごいなんかとても柔らかいというか柔軟なもう本当に大先輩があのそうおっしゃっていただけるとすごいあの僕らは勇気が出るというか、もう実梨さんが演劇学校を開いたら僕も本当にすぐ入校したいなって思いますね。開きませんか？8月にねワークショップの話は来てるんだけれど、まあよかったらちょっとあの詳細調べて申し込もうと思います。はい、はい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 、ということで、はい、じゃあそろそろ時間なので、はい、ナナミン、はい、公演情報をねちょっとバシッとお伝えしていただけたらと思います。はい、はい、それでは改めましてナナプロデュース地の果ては7月6日の木曜日から16日日曜日まで赤坂レッドシアターにて上演されます。詳しくはこの動画の説明欄にリンクがありますので公演オフィシャルサイトをご確認ください。はい、ということで本日のゲスト実梨悟さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。祈りましょう天の神々に。完全に屠殺待ちの豚ね。みんな戦いたいんでしょ。自分の仕事を命令通りやるだけだ。戦闘にならなくても私は服従しない。眠りましょう眠りましょう。狂気がいよいよ始まった。